時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦国は未だに勢いを衰えず、山深い芦名の国に燃え広がっていた。そして戦場で拾われた王冠は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れない。親の次に大事なのはお前が心に刻むのよ。あれ、今日からお前は丸く命を閉じて守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、王冠。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びは全てを失っていた。育ての義父も守るべき主も、忍びよ、目覚めてください。あなたの主のため。
どこにおるあの忍び。